こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は、オーストラリアの物価が高い。ね。なんで高いか。いかに高いか。まあ、その比較でね。車、中古車のレクサス。この価格比較をしたいと思います。まず、eBay で、まあ、レクサスの IS250 とね、検索すると、この 1, 1万1000ドルというのが出てきます。 これは製薬事例です、えー。売り出しじゃなくて製薬。実際に売れてる例ですねで。このレクサス、どんなレクサスかというと、2009年式で、えー、走行距離が22万4000キロ、ね。日本だともう完全に仮走行。仮走行もいいとこですよね。えー、と8年で22万4000キロですから、年間3万キロ弱。 日本の仮想港の基準の3倍ぐらい走ってるという形です。これが93万5千円で制約してます。1万1千ドル、1ドル、えーえーと、85円で計算して93万5千円とで。しかもね、これ、オーストラリアならではの、まあ、取引なんですけど、えー、配達しません。取りに来いと、ねえー。取りに来る人にしか売らないという仕組みです。まあ、なぜなら、オーストラリアにはね、 日本のように個人でも使える便利な配達システムはないです。まあ、だから、ね、この商品を買えるのは近所の人だけ、あるいは、ね、暇だから取りに行ける人だけ。と考えると、すごい限られた人にしか、えー、売れないのに9畳3万5000円です。一方、日本、ね。日本の場合、ね、もうヤフオクはもうほぼ業者が多いんで配達できますし、個人で売っても、ね、ちょっと調べり配達する仕組みがいくらでもあります。 で、ヤフオクだと、15万1000キロ走った2007年式の、やはり仮想行のレクサスが52万9000円と、ね、オーストラリアの方が80%高いです。日本の方が走行距離少ないと。まあ年式は2年若いですけどね、走行距離少ないにもかかわらず、オーストラリアの方が80%高いと。で、さらに、店舗になるとね、 さらに差が広がります。オーストラリアだと、10万キロ走ったレクサスが186万円という金額になります。21,900ドルですね。もちろん、これ以外に、まあ、日本と似たような感じで、え諸、ー、費用はかかります。ところが、日本の場合ね、9万9,000キロ走っての68万円と、店舗で買ってもね、まあもちろん諸費用はかかりますけど、 え68万円と。ヤフオクの制約とね、えー、そんな劇的には違いがない。まあ、10万、15万ぐらいしか差がないというのがね、えー、日本の、まあ、店舗。な日本の場合ね、店舗で売ったところで大して高く売れないわけですね。えー、ヤフオクで売っても店舗で売っても、そんなにあんまり劇的に変わらないと。まあ、だから中古車屋さんね、あんまり儲かんなくて、まあ、店舗に並べて売るよりも、今や、ね、輸出用にオークションで売るとかね、 えーまあ、オークション販売が主になったそういう理由でしょうね。まあ、何しろ、店舗で車を買うと、えー、オーストラリア、日本の2.7倍、約3倍すると、まあ、これだけ、ね、金額のでかいものがこの、こんだけの差額があるっていうのは、珍しいんですけど、オーストラリア以外の国と日本を比較したらね。ただ、オーストラリアに関しては、えー、規制がいろいろあると、このね、車についても、えー、関税なんかの規制があります。 撤廃するというのは決まってますけど、いつどういう段階で撤廃するかは、具体的なものは何も決まってないと。規制が多い。でね、えー、取引が活発になればなるほど値段は落ちるんですけど、まあ、何しろ配送システムとかもないしね、えーまあ、店舗で売っても高いんで、あんまり取引がね、活発化しないと。まあ、だから、日本にはあるものをね、まあ、現地に持っていけば3倍の開きがあるんだったら、 まあそれをね、えー、3倍より2割安くするとか、あるいは値段は一緒だけど便利にするとかいう形にすればね、まあ非常に儲けるのは簡単だと。何を買っても高くて不便なオーストラリア。ね。そこに安くて品質の良い日本製品を便利な Amazon、FBA で販売すればね、えー、儲かるのは当たり前というような構図です。まあいろいろね。 えー、チョコレートとかね、定食の話とか、この同じ記事でね、価格比較書いてありますけど、あんまり安いものだけ比較してもね、えー、逆にピンとこないかなと思いまして、まあ、今回はね、えー、車、も中古車はね、日本は世界一安いと言っても過言じゃないです。で、逆にオーストラリアは世界一とは言わないまでもね、えー、かなり中古車は高いという場所なんでね、まあ、ちょっとその、えー、中古車の価格の比較をしていました。 まあ車3倍で売れるなら面白いなと。まあ、実際車を売るのは難しいですけどね。えー、車でなくてまあえ3倍で売れる商品、3倍以上で売れる商品っていうのはえたくさんありますんで、まあ、そういう商品をどうやって探してどう儲けるか、そういう情報をね、えー、この無料アマゾン輸出メールセミナーで配信してます。こちらにメールアドレスを記入して、こちらにお名前を記入して登録ボタンを押して、まあ、この無料のメールセミナー、えー、受講してみてください。 ご登録をお待ちしてます。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。